コリン・マシューズは、イギリス・ロンドンの現代音楽の作曲家。音楽学者や音楽プロデューサーとしての活躍でも、著名。兄、デイビッド・マシューズも作曲家、音楽学者として知られる。ノッティンガム大学で、古典学を治めた後、アーノルド・ウィットールとニコラス・モーに作曲を指示。1970年代に、サセックス大学の教壇に立つ傍ら、兄・デイビッド、 デリック・クックと共同して、グスタフ・マーラーの公共曲第10番の実用版を完成させた、功労により、同大学より博士号を授与される。また、この頃オールドバラ音楽祭で、ベンジャミン・ブリテンやイモージェン・ホルストにも協力している。1975年に、還元学のためのソナタ第4番によって、スコティッシュ・ナショナル還元楽団のヤン・ホワイト賞を獲得。 その後の還元楽曲に夜の音楽、還元楽のためのソナタ第5番、ランドスケープ、チェロ競争曲第1番があり、このうち、ソナタ第5番とチェロ競争曲第1番はユニコーンイコールカチレーベルに録音されている。コリン・マシューズは1992年から1999年までロンドン交響楽団の定型作曲家を務め、同楽団によって、 数々の作品が初演されており、例えば、ベルナルト・ハイティンク式によって1989年に初演された行列や、マイケル・ティルソン・トーマス式により初演されたカトレーンがある。後者は、ロンドン交響楽団による一連の移植作品の一つで、その後は、機械と夢や、ムスティスラフ・ロストロポービチによって初演された追悼と、チェロ競争曲第2番がある。 ヒドンベリアブルズの還元楽版は、ロンドン交響楽団とニューワールド交響楽団との共同移植作品として作曲され、1992年にマイケル・ティルソン・トーマスの指揮によってマイアミで諸演されている。同年には、クリーブランド還元楽団によって、機械と夢の米国諸演を行った。コリンズ・レイベルは1996年に作曲者の生誕50周年を記念して、 ロンドン交響楽団からの移植作品をまとめて1枚の CD を発売した。BBC のもう一つの移植作品、崩されたシンメトリーは1992年3月にオリバー・ナッセン式 BBC 交響楽団によって初演され、同年のプロムスでも再演された。この作品と、還元楽のためのソナタ第4番、恒星の踊りを収めた。 ドイツグラムンレーベルの CD はグラミー賞にノミネートされている。合唱と還元楽のための大作、申請は1996年9月の BBC ラジオ第三放送の開設50周年を記念して、やはり BBC から移植され、この作品に対して1997年にロイヤルフィルハーモニック協会から受賞された。 行列は1998年にリッカルド社意識、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団によって1998年12月にオランダ初演が実現された。新作、アンフォールデッドオーダーを組み込んだバレエ版、ヒドゥンベディアブルズは、1999年12月のロイヤルオペラハウスの再開に向けて、ロイヤルバレエ団から移植された。還元楽の他に、 三つの弦楽四重奏曲、二つの大ーえ四重奏曲、副弦楽四重奏のためのディベルティメントなどの室内楽や相当数のピアノ曲もある。1984年から1985年にかけて六つの合奏曲の大作が完成され、とりわけ、ロンドンシンフォニエッタのための構成の踊りとして改作が重要である。他に、二部のインベンション、グレードジャーニー、 ロンドンシンフォニエッタによる1992年度、ハダースフィールド音楽祭のための異色作品、大流、サイモン・ラトルによって初演され、その後もザルツブルク音楽祭やプロムスでも再演されたメガネ越しに、がある。マシューズ作品は、1988年にアウメーダ音楽祭、1990年にバス音楽祭、1988年にタングルウッド音楽祭、 2003年にフィンランドのアバンティ音楽祭2004年にベルリン音楽祭で特集されている1998年にはサントリーナツの音楽祭のために昌平作曲家として法日誌講師も務めた2000年には4つの主要な作品が初演されているロンドンシンホニエッタのための2つの捧げ物グスターブ・ホルストの惑星の補足として ハレ管弦楽団と指揮者、ケント・ナガノのために作曲され、賛否両論を招いた名応募誌、ハダースフィールド合唱協会のための余韻、バーミンガム現代音楽集団の移植作品で、シンシア・クラリーとサイモン・ナトルによって上演された、カンタータ、連続体である。2001年春には、ホルン協奏曲が、リチャード・ワトキンスの独奏と、エサイコール・ペッカ・サロネン、 シキフィルハーモニア管弦楽団によって所演されており、同年 BBC の移植でプロムス開幕のためのファンファーレも手掛けている。2003年10月に所演された共造はマイケル・ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団のための作品である。2001年10月からハレ管弦楽団の提携作曲家に任命され、同学団のために多数の楽曲を手掛けただけでなく、 ドビュッシーの全奏曲集、全24曲のオーケストレーションという企画にも着手している。コンセルヘボー還元楽団、ニューヨークフィルハーモニック、バーミンガム市向協楽団、ブリテン財団、ブリテンピアーズ財団、ホルスト財団の理事にも名を連ねている。1983年から1994年まで、オールドバラ財団の評議員として、オールドバラ音楽祭や、 ブリテン・ピアーズ音楽学校とも緊密な関係を結び、オリバー・ナッセンと並ぶ活躍を見せた。20年間にわたって、新音楽振興協会の評議員を務め、1992年から1995年までは、演奏研協会の総裁でもあった。NMC レコードの設立者で、エグゼクティブプロデューサーを務めながら、ドイツ・グラモフォン、バージン、コニファー、コリンズ、ブリッジ、 BMG、コンティニュアム、メトロノームなどといったレーベルで現代音楽の録音にプロデューサーとして名を連ねている。グラミー賞へのノミネートやビルボード市でのチャートインでも話題になったヘンリック・グレツキの公共曲第3番のエレクトラのサッチレーベルへの録音でもプロデュースを行っている。1998年にノッティンガム大学より名誉博士号を授与される。 現在は、王立音楽大学で教鞭を取る傍ら、王立北部音楽大学の学長を務め、また、マンチェスター大学の客員フェローに選ばれている。ありがとうございます。